わしの刀はどこ行った？お前ここになどこ？おっと。いざ出陣じゃ。ようこそ殿、おいでね。待ってたか。どうも。大官、はい、どうじゃ倉敷は。はい、この通りなく栄えております。おお、それはよかった。まあ一度なちょっと拝見をしたいところなんじゃが、案内してくれるか。もう日の入りですが、これからぜひご覧になりましょう。行ってみよう。はい、殿ご覧ください。これが倉敷の城下町です。おお、きれいじゃ。全然問題もなさそう。なさそうな、問題なく。はい、滞りなく進んでおるな。はい。よお上手にございます。おう、いい町並みじゃ。倉敷、我が町じゃ。ちょっと息切れしておるかの。ええ町よぞ。ええ町です。まず特徴、ビチュービビカンチクやってきました。はい、ね、ちょっと今日はね、僕たち地元のね、ちょっと倉敷を紹介したいなと思います。1000円のくらいのあるんですね、1000円均一。人力車駅、あ、ここも駅があるんですね。ちょっと、いろいろ見るもんがね、多すぎてね、ちょっと紹介したいものもたくさんあるんですけど、まずはね、ちょっとこの街並みを見てもらいたいなと思います。僕的にはなんですけど、やっぱり夜の美観地区一番おすすめなのかなと。ちょっとライトアップされとって、うん、綺麗ですね。もう見る限りもすごい綺麗ですよ。昼間見る美観地区とまた夜見る美観地区は大きく違うんで。そうです、うん、まあ、マイケールさんが一回取材してくれたこの人力車もあるんですけどね、はい、まあ、これに乗ってぐるぐる回ってみられるのもいいかなと。多分僕らより知ってるはずなんで。あ、美観地区のいいところ、そうですね。本当に柳屋、ほんとライトアップされて、うん、でしょ。もうちょっと、いた、もうちょっと俺的にイメージが、もうちょっとなんかボクボクかなと思ったんだけど。あ、なんか思ったことない。ちょっと思ったよね、もう店が店が閉まって店が閉まっちゃったみたいな。時間もね、もう日の入りを閉まったまた第2回目があるかもね。そうかもね。昼間に今ちょっとサイトライもう暗すぎて何やってんのか分かんないっていう。そうね、手がね、ちょっとあるから確かにね、その雰囲気だけでもね、味わってもらおうと思う。俺は何のために歩いてるのかなってみたいな。大丈夫よ。今の気持ちを体で表現してみんか。殿の前のようにそうじゃ、やってみよう。はい、楽しみにしておるぞ。はい、大官、まずご期待に添えます。よどうですか殿。お見それいたした。よっ、倉敷十分に栄えておるの。災害があったかに思えんな。そうですね殿、うん、問題はなさそうじゃ。はい、うん、まだこの地域だけじゃないからな、災害があったのは。まだまだ美観地区盛り上げてほしいんでの、この発展を祈ってる柱をちょっとお祓いに行こうかと思う。倉敷をよろしく頼むぞ。お任せください。任せたぞ大官。お任せください殿。はい、YouTube いつもご視聴皆さんありがとうございます。おかげさまで1000人超えました。ありがとうございます。そうですね、これからもねちょっとこの企画も時枝門左衛門の企画をちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ、そのためにはねみんなのいいねと再生回数がによってちょっと僕らの内容がどう変わっていくかっていうところなんで、はい、ね、ちょっと
もっともっとみんなに広めて、もう広めていきつつ、みんなにね、たくさん見てもらいたいなと思いますんで、またいろいろやっていきましょう。はい、皆さんこの機会にまた見てください、ぜひ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。